日はですね、10月の5日、6日に予定しております D2C サミット東京、ボードメンバーとして参加いただいている松木代さんにインタビューお話を伺っていきたいと思います。松木代さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、まず自己紹介ということで、お名前ですとかもそうですし、実際今どういうお仕事されているかというところをまずはお伺いして、プラスですね、もし何か最近気になっている D2C ブランドなり商品なり、あとは趣味とかでも、ね、いいんですけれども、そのあたりもぜひお伺いできたらと思います。私は、合同会社一流という会社で、今はウェブの単品通販および今でいう D2C の、企業様の CRM を中心に、通販事業のご支援を、コンサル業名にさせていただいている。私の趣味は完全にゴルフですね。ゴルフの難しさと、ある意味ウェブの単品通販とかね、D2C の難しさとかね、面白さってすごく似てるなというふうのを感じながら、プライベートも、講師、いい意味で混同しながら、させていただいているという感じですかね。ありがとうございます。お仕事とプライベートの公私混同、いいことですよね。しかもそれをゴルフとこう照らし合わせながらみたいなところもあると思うんですが、まず最初にですね、やはりこう単品通販のところから今の D2C までも含めて、こう長らくこう変遷を見てらっしゃる松木代さんが思うこの業界の面白いと思うポイント、ぜひ松木代さんのその視点でですね、面白いと思うところを教えてください。今回はだから D2C サミットという言葉での、最近急に1年ぐらい、もしくは2年ぐらいですかね、前からこう D2C という言葉が生まれてきて、私も含め、もしくは通販やってきた皆さんね、事業者の社長とかね、そういう方にもいろいろ聞くんですけど、 D2C って何やろと、実際、なんとなくのこう概念とかじゃ面白くないんで、ビジネスモデル的にどういうところがメリットとかね、強みがあって弱みがあるのかっていうところを今は分析というか、と情報収集して、かつそういう情報を皆さんにね、今回のお話ができたらなというふうに考えてます。ありがとうございます。今回の D2C サミットでは松木代さん、セッションとワークショップそれぞれ持っていただくんですけれども、特にそのセッションの方なんかでは、単品通販と D2C それぞれに見る違いというところで、さまざまなこう角度からお話をいただく予定でいます。でこのあたりですね、業界としてこう最近感じてるチャレンジだったりとか、気になってることみたいなことですとか、それを踏まえてセッションでこう皆さんとお話ししてみたいことがあれば、そのあたりを教えてください。そうですね、今回ちょうどこのセッション、私のセッションのと分かりやすく言うと、コテコテのバリバリのウェブ単品通販の会社さんと、D2C というかサブスクモデルというか、ちょっと新しい事業形態なのかなと思われるような、そういう事業者の方と対談するという形になっているので、今までのこの通販とか、ウェブ単品通販の成功モデルがどこまでこうこれからもやっていけるのかっていうのと、新しいビジネスモデルに近いかもしれないこう D2C とかサブスクモデルっていうものが、今どういう課題があるかとか、これからどう伸びていくのかなっていうところに非常にこう注目してますし、私としては今現状はやはり単品通販のこの凄さというかね、成功モデルを見つけて、でそれを拡大していくっていうモデルと比べて、 D2C がどこまで伸ばせるのかっていうところの伸びしろをこう見ていきたいなと、そういう情報を得ていきたいし、そういう情報をまあ聞き出して皆さんにも提供したいなというふうに感じています。ありがとうございます。今伸びしろなんて言葉もありましたけれども、個人的にですね、いろいろなこう D2C ブランドさんだとかを見ているときに、今こう D2C としてこう名が知られ始めているようなブランドさんとかって、それを作った方のこう顔だったり人格だったりというすごくよく見えるなと思うんですね。でそうしたときに、こう松木代さんが思う伸びしろが大きいブランドっていうのは、どういう特徴があるんだろうというのがあれば、ぜひ教えてください。2つあって、基本的にはもう顧客のニーズがあって、そのニーズをどういうふうにこうウェブという使って、知ってもらって、買ってもらって、買い続けてもらうっていうモデルをやり続けられるかというところの、市場規模とその戦略っていうところと、あとはやはり実際その事業を始める方の思いというか、志というか、そこがどれだけあって、それに共感されるような、そういうところに乗って、成長していく会社が出てくるのかなっていう、この2つの軸で、注目している感じですかね。
今度ですね、ワークショップということで言うと、参加される方ともこういろいろこう会話をしながら、よりそのセッションよりも参加者の方とのコミュニケーションを取りながらっていうような形式になっていくと思うんですが、実際参加される方からこんな話を聞いてみたいなとか、せっかくリアルのサミットなので、そういったリアルの場を生かして聞いてみたいことあればぜひ教えてください。まあ、私が CRM のまあコンサルをね、ずっとやってきて、それが中心なので、今現在とか今の中での CRM がどういうものの傾向があるか、どういうものがと大事かっていうところの、まあ、軸までは考えてるというか見えてるので、そのあたりを、まあ、そうだなと思うのか、そうじゃないかと思うところの、まずその出発地点のそこの、まあ、確認というか、ね、認識のところを聞いてみたいというか、確認してみたいのと、あとは、まあ、それにのっとって、それをどこまで今から具体的にやろうとしてるのかとかね、どの優先順位的にどれをやればいいのかっていうところが、やはりあのコンサルの私が思っていることと、やっぱり事業者の方が思っていることとか、実際やることっていうのは、やっぱ正直ちょっと変わる部分というかね、違いはやっぱあると思うんで、そのあたりの違いが何かとか、なぜそうなるかっていうところをちょっと聞いてみたいし、そこディスカッションしたり、私の意見も言ってみたいなというふうに思っています。今こうして他の方にもボードインタビューをやらせていただいている中で、答えのない世界というか、いろんな方が自分自身のビジネスで模索しながらやられているというときに、改めてこの D2C サミットがですね、どういった場になったらよいか、どういった場にしていきたいかみたいなことを最後に松木さんからコメントいただけたらなと思います。新しいこうビジネスモデルっぽいような、そういう言い方とかね、そういったマーケティング用語っていうのはもう本当に毎年のようにたくさん出てきてるし、これからも出るだろうし、当場のそのD2C とかっていうその定義自体にはそんなに価値ないと怒られますけどね、そこじゃなくて、なんか本質的なところっていうのはやっぱりこう、事業が、うまくいく、そのポイントなのか考え方なのか、ビジネスモデルなのか、具体的な施策なのか、まあ、そこで広告なのかブランドなのか顧客なのかシステムなのかとか、そういったいろんな聞き口で見ていく必要があるかなと思ってるので、まあ今の要はうまくいってる成功モデル、その延長上にまあ D2C の未来があるのかなと思ってるので、まあそのあたりですね、過去のなんか未来の理想像だけを語ってもしょうがない、現実的なところ、今の成功パターンとまあある意味課題っていうのを踏まえた上で、 D2C がそれをどう解決してくれるか、改善してくれるかっていうところを見ていきたいし、そういう情報が得られるようなまあ場というかね、そういうサミットになっていけば、通販会社だけじゃなくて支援会社とかね、いろんなこう協力会社も含めて、そこの伸びしろもあるということと、実際にどうしていけばいいのかなっていう、なんか少し具体的なイメージが持ってたり、行動できるようになればいいかなと、そういう機会になればいいかなと思ってます。ありがとうございます。10月5日6日ぜひ対面の場でですね、皆さんとこうコミュニケーションを取りながら、いろいろな答えなりヒントなりっていうところを探せる場にできたらなというふうに思っております。改めて松木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。